ましょう。やべえ、マフラーみたいになってるわ。じゃあ前回の修羅ブラはすごい、ピチューが多くてピチュー配信台みたいになってたんですけど、今日はパックマンが多いね。今日結構いろんなキャラがいますよ。バックマンゲーフィットレも結構多います。あフィットレ、フィットレ確かにすごい見るな、結構幅広いキャラクターが多いですね今回は。そんな突出してこれ多いなっていうキャラはそんなにいないような感じがしますね。はい、ピカドのエリミネイテッドラ、エリミネイテッドラブゴリラ倒したの。ラブゴリラ、あーリーゼロで勝ちました。あ、はい、かわいそうにラブゴリラ。さあショーンレンピカカルサカロイが始まっていく。さあ消火栓を越えながらカロイが火力を取りたいと思います。うまく消火栓を縦にして電撃とかを回避していきたいところですよね。はいはい、はい、さあここで捕まると火力が高いですね。火力高い。さあさすがコンボの鬼、トレモの鬼、カロエグ JM に行って何かを吸収して帰ってきたか。さあこういうところで横綱振れる力強い。しかしよえベルを消せるの空下で強すぎるんじゃない。相殺させる。さあ避けて空下前に飛ぶ。さあもう撃水技ヒットを空下。あの空下の崖上がり強いですよね。掴んで後ろ投げ、いいですね。さあ一緒に前進し、一緒に前進してくる。ガードを空を立てる。あ、うまい。ジャンピオンが光っているから空前が強い。いい空下。やはりあの空下の時刻も長いですからね。横からの差し込みもしにくいところです、ね。これ当たって空中後ろか。うまいですね。もうジャンプ役とかの手でジャンプを咎める位置で手を入れてますね。一連で外側に。じゃあ空中前掴みたい。掴んで上投げ下雷撃墜。しっかりと雷を当てていく。前へ。じゃあ空中前、空中前。あのとっさの空中前になかなか見えないですよ。こう発生は早くて優秀。そうなんですよね。痛い痛い、うん、気づけば大火力。さあ使って下投げ空上空前。やはりこの下投げからの空中上を絡めたコンボがやはり空中が強いですからね。空中後ろ少年パックマン反応が早い。さあ悪いことはその場でその場で上がってきたらしびれてましたね今のは。空中前空中後ろ。さあ取りたい。当たってしまう。しかし取りに行ったつもりのカロエグと取られたと思っていたパックマンで噛み合って後ろ投げでバーストしてしまう。カルサーが出てしまう。ここで飛ぶな。まあ160何パーのピチューはだから仕方ない。仕方ないけど仕方ないとは思いますが、やはりこの今作のパックマン火力が非常に高くて投げ場も一応あると。上投げ空中上とかも出てきましたからね。ションレンパックマン強すぎんか。的確に相手の差し込みに空中上で反撃を取っていく。下極上空中後ろ。さあ飛ばす消火栓を頭の頭上に打っていますね。さあ横島ヒット。さあ2回目ですからね崖。仕方ないところでありますか。さあ 74% このリードを生かしきれるか。チョンレンパックマンうまい。さあ光り出させたが浮き上がり攻撃から軽く切ってきますね。横島うまい。相手の暴れを読んでいますね。さあ空中後ろ。さあ徐々に対応してきたがカロエギッチ横呼吸。さあラインは明け渡さない。気づけば同じパーセント。さあ掴みにしなかったか。さあ掴まれてこれは前投げデスリンゴ。うわー横綱しっかりと上に来た時にはお仕置きをしますよと横綱指令バーストしていったジョンレンパックマン。やはり本作のバックマンは体術が強いですね。飛び道具も叱ることながら消火栓で壁を作りながら電撃をガードしてで自分の打ちたい時に消火栓を弾き飛ばすという
こうよく ああいう見づらいこのピシューに対して横瀬回って切ったなって感じ。そうね。さあこれからは実況は変わります。はいしょ。じゃあお邪魔します。ピカドロさんとも久々おしゃべりするのね。はい、はい、これカロエゴピチューとチョンレンパックマンですね、はい、僕このパックマンに負けたんですけど、はい、パックマンのネタいろいろ見せられてめっちゃ強かったですわあ、うますぎ。それはダメだろう。それはうまいですが、こういうやり返しますね。キャラクターいろんなネタを持っているのが本当の強みですね。そうですね、本当に技のデパート。さあもう一回見せてくれるのか、空中上からの雷。さあこれは2度目の崖つかまり、空中下しっかりとですが、パワーリターで帰ってくるユーリー。そうですね、今のは多分撃墜されへんっていうの分かってたかもしれないですね、冷静に。彼によっては帰ってこれませんからね、うん、でね。さあ先ほどとは打って変わってイケイケ状態のカロイフジュですね。投げて雷じゃんけんは、あーもう一回怖い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 、赤目じゃんけんポン。さあこれはしっかりと決めていく。パックマンのフルーツがなんぼのもんじゃと、星虎最強キャラだと言わんばかりの圧倒的な立ち回り。あうまい、これ拾っておいしいが、あー許さないという感じですね今の。やはり自分のターンを継続していますね。横浜ああまずい、崖つかまり。やだって下今日あっと頭で出てしまったところちゃんと分かってますね。さあえこれは逆にマジでなんというネタを見せていく。高速移動でトランポリンを逆に使っていく。3回目来たらうまい。ああこれうまいですね。そうこれうまいんですよね。消火栓浮かせた後に掴みに来る、結構面白い。そうですね、空中ショットバックスマン使いはこういうところが非常にうまい。ダウンレンパーは横須賀でそのパーセントでダウンレンなるんかーいやはりジャクはほぼほぼのパーセントでダウンレンになってしまう。やり返しましたね。パックマンに拒否させる暇与えなかったですね。そうですね。ルーシアさん試合どうでした？僕はね、ザコザコの身のザコ能力者でしたよ相手が強かった。いじってもらっていいですか？はいよ。僕わかんない。オッケー、申し訳ない。あ、でもこのこれはどうしたらいいかな。ちょっと待ってよ。ここいじるのかな。でこっちが勝ちにね。あ、そうです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 。あれ違う違う、こっちこっち。よし、相手ね、めちゃくちゃ強かったです。うん、まあ相手の一人はこの今ねカロエグさん相手に激戦区を受けてるチョンレンさんなわけですが、裏側でもネキンさんの竜に負けました。めちゃくちゃ強かったです。やはりこの2人か2人の戦い方を見れると、先に攻めた方が勝ちという流れを持っていけるのかっていう感じですね。この2人非常に攻めがもうイケイケな2人なんで、どちらが噛み合うかですね。ピチューの攻めをパックマンがまあいなすのがまあ大事かなって感じで、横スマッシュしてしまった。今のはそのばかりする読みの横スマッシュでしたね、おそらく。B クラス終わった人こちらお願いします。ああ崖奪い空襲をしっかり見せて撃墜と。このとっさの崖奪いが非常に強いんですよね。うまいですね、はい、崖奪い難しいと思うんですけどね今作。うん、痛いですね。痛い、ピチューの体力でこれは痛い。痛いですね。しっかり掴んでいる。そこ掴むのうまいですね。乗ってますね今のは。少年さん攻めた時の投げの置き方が非常に上手いですね。投げて空中上空中前、危ない。さあ今ダウンレン見えましたよ。横スマッシュしっかりと決めていく。赤部大活躍さ
さて追い詰められたカロエグピチュー、空中後ろ横スマッシュ狙っていきましたが、うん、あとパックマン攻撃の後付けないの偉いですね。ピチューに反撃取られへんの素晴らしいわ、うん、空中にいたら空中前とか ね、 そうね、あの辺差し込みの技に後付けがそんなにないっていうのがね、非常にいいですよ。下火でさあ徐々に徐々に50%、もう横スマ圏内ですよ。これは来るぞ来るぞ。さあこれはとりあえずストック取りたいですね、カロエグさん。そうですね、この状況下でこれでしないと、そあのこうなるとね、甘い上スマッシュですがバーストしない、危ない危ない、いった距離ですね。この展開ピチューといえどもやっぱりパックマンの拒否が強すぎるから攻めれないですね。やはりリンゴ怖いぞ怖いぞ、この状況が非常に、あ、おー、これは外側に行ってしまったが、危ない、よう耐えたな今、あはや激痛怖すぎー、これはどうなの、上だけ雷ですが、パーセントが高すぎたか、ずらしが正解やった感ありますね。空中での反撃、このガーキャンクエの、あー、消火栓で跳ねたものに当たってしまった、勝ったのは少年パックマンですね。やはりああいう硬い立ち回りの